東京高等農林学校本館東京高等農林学校は1935年に設立された高等農林学校、農林系救世専門学校、新生東京農工大学の母体となった。なお、東京農業大学の前身である東京高等農学校は本校とは別の組織である。1935年。 東京帝国大学農学部府中演習林の地に学校は設立される。農学科、林学科、獣医学科の参加で構成。後に拓殖科が増設され4科となる。第二次世界大戦末期の1944年に東京農林専門学校と改称した。校舎のうち本館、行動は、 東京大学の安田講堂などを設計した内田昭蔵によるもので鉄筋コンクリート3階建てである。現在も東京農工大学農学部本館講堂として用いられている。同窓会は駒場交友会で東京帝国大学農学部実家など全身機関の同窓会を引き継いだ。本校の交渉は証券交代号より可視された菊切りの気象であった。これはもともと 駒場農学校に貸しされ、東京帝国大学農学部実家から本校に引き継がれたものであり、栄誉あるものとして校歌にも歌われた。本校の起源は1876年に設置された農自修学上未業家で、その後駒場農学校、東京農林学校に引き継がれ、直接の前身は東京帝国大学農学部実家である。実家は東京帝国大学農学部の中で、 旧制専門学校レベルの教育機関としての役割を成していたが、1903年の専門学校令の発令により、全国で独立した農林系専門学校が次々設立されていたため、教育制度上の理由から実家廃止論が持ち上がっていた。1918年には6つの文化大学から構成されていた帝国大学が学部から構成される。 総合大学へと移行したが、同時に実家廃止の方針が具体化した。これに対して、対象9年、卒業生 OB らが実家独立規制同盟会を設立し、各方面に陳情を行った。その後地方に新設される高等農林学校に併合する案が決定しかけるが、さらに熱烈な活動を行った結果、対象12年に実家独立予算が文部省で、 初めて計上された。この予算案は関東大震災により成立しなかったが、復興予算の一部を実家独立に充てることが指示され、ようやく分離独立案が確定した。こうした背景から、東京帝国大学の音楽部が、旧制大一高等学校との敷地交換で、駒場から本郷に移転する1935年に、付属実家は本郷に移転せず、東京帝国大学から、 分離独立という手段で存続させた。1935年4月1日実家が独立して、東京高等農林学校となる。発足時の教員校生は、校長の他教授18名有し、助教授を11名、助手を2名と初期を6名としている。農学部実家生徒は相当する学年に編入し、当初は駒場の農学部校内で授業が開始された。 府中に校舎が建設されてから生徒らを一転させた。この学校は戦後、東京商科大学や東京繊維専門学校、また山梨高等工業学校との間で、農商繊維、工学部からなる総合大学構想が持ち上がっている。結局は、東京商科大学は、結局単独で新生一橋大学となった他山梨高専も、 新生の山梨大学になるため、残った東京農船と東京繊維船の2校で、結局合併して、新生大学化することになる。こうして1949年に農学部と繊維学部の2学部で、新生東京農工大学が発足になった。ありがとうございます。